みーもぐさんと行く魚寿司の旅。たい焼き屋さんの後、二人が向かったのは、私たち今から次何食べに行きますか。ラーメン。でもラーメンしか行けますよ。飲み物、うん、ラーメン飲み物、飲み物です。大丈夫。何トッピングしようとか決めてます？トッピング決めてない。こういう人いっぱい。あ、でも人いっぱい。駐車場行ってますね。うわ、激高。あ、長岡ナンバーとか、ちょ、県外ナンバーばっかだよ。わー、さすが。到着来ました。今回りました。さあ、魚津に来たらもう絶対ここ行ってほしいっていうラーメン屋さんがあるんですよ。こちら、ラーメンはじめ屋家系の豚骨醤油のラーメンなんですけど、もうね、絶対間違いないですから、県外からも来るぐらいの大人気店。じゃあレッツゴー。食券は入ってすぐの券売機で買うスタイル。定番のラーメンは720円。トッピングの種類も豊富です。さあ、まずラーメン鉢に注がれたのは特製の醤油だれ。そこに勢いよく注がれたのは豚骨と鶏ガラをベースにしたコク深いスープ。そこにこだわりの自家製麺、そして豪快にキャベツをのせる。さらに玉ねぎをのせる。うわー、待ってました。ラーメンご到着です。北陸ではここだけでしか味わえない吉村屋直系のこのスープ。もちっとした食感の中太の自家製麺との相性もバッチリです。調味料は辛味噌、餃子ニンニク、無臭ニンニク、唐辛子、刻み生姜にごま、ニンニクチップ、ラーメン酢に胡椒と、とっても豊富。めっちゃ美味しそう。いいよね。ちょっと分けて辛味噌とニンニク入れてみました。
あ、ニンニクすごい、いい香り。うん、あ、ニンニクだ、うん、美味しい。これ本当に無臭かなっていうぐらいですね。ニンニクが結構ガツンとくるけど、スープに最高にマッチしてるね。うん、うん、変わりました。うん、うん、うーん、おすすめ。うん、本当ですか。ごちそうさまでした。さあ、美味しくいただきました。さあ、こちら特別に見せていただいた鶏ガラと豚骨ベースのスープ、毎日新鮮なものを継ぎ足しているこだわり、家系四天王、北陸の虎はじめや、ぜひご賞味あれ。